県内では今日新型コロナウイルスの感染者が新たに687人発表されました新潟市では3人の死亡が確認されています県内の感染者数は20日連続で前の週の同じ曜日を下回りました新潟市で206人長岡市で85人などとなっていますまた死亡した3人は 全員65歳以上の高齢者で、ワクチンを接種していましたが、基礎疾患があったということです。